皆さんこんにちは、ライアンです。この動画を撮影しているのは10月1日になります。7月1日から9月30日まで3ヶ月間毎日チャレンジしていたことが昨日で終了いたしましたので報告になります。何をしていたかというとですね、7月1日に撮った動画がありますのでそちらをご覧ください。ガイアンです。本日の動画はですね、2020年の7月1日に撮っています。2020年折り返しにあたり今日からチャレンジしたいことがあります。私はですね、中年になって気にしていることが2つありまして、1つがやっぱり毛髪が薄くなったこと、そしてもう1つはですね、やっぱり中年太りですね。で、ここ10年で10キロ太りました。身長自体は毎年健康診断している中でですね、じわじわちっちゃくなっていてですね、今は1センチ縮んで、本日の時点で168センチの70キロでございます。で、毛髪の方はですね、やっぱり数年前から友人にですね、光に当たるとなんか地肌が見えてるよとか、後ろから見るとなんか後頭部がね、つむじが剥げてるように見えるよとか言われるようになりまして、かなり気にしております。で、お金をかけてね、治療するっていうのもありなんですけれども、やはりもう簡単にできることと努力しないでいいことをやろうと思います。で、何をするかというと、炭酸水を使います。毛髪が薄くなったってことを調べていくとですね、やはり毛根の汚れによって毛が抜けやすくなったりするっていう書いてました。まずやっぱり抜け毛を減らさないといけないと思いますので、毛根をきれいにしたいんですが、アイテムとしては炭酸シャンプーっていうのが売ってたんですよ。で、それは結構ね、値段しましたので、同じ炭酸だったら飲む炭酸をかけてもいいんじゃないかということで、今日から毎日お風呂に入るたんびにこれを頭からじっとざわざわとかけようと思ってます。で、チャレンジする期間なんですけれども、2ヶ月続くようなら3ヶ月やってみようと思います。2ヶ月で根が尽きるかもしれませんので、それのあたりをご了承ください。とりあえず2ヶ月は頑張ってやってみます。で、続くようなら3ヶ月やってみます。で、これが毛髪に対するチャレンジ、そして次、中年太りに対するチャレンジなんですけれども、私は毎晩ビールも飲みますし、お菓子も食べます。で、運動はあまりいたしません。で、この生活を維持したまま、もしかしたら、ね、何か余分なことをして痩せれれば楽じゃないですか。で、何をするかというと、こちらもですね、炭酸水を使用いたします。もともと水分摂取量があまり多い方じゃないので、ちょっと頑張ってこの毎日この炭酸水を1リットル摂取して、本日から他の努力はせずに普段通りの生活で余分にすることといえば、炭酸水を1リットル頑張って飲むということだけをやります。で、この2本柱ですね、頭は、炭酸水をかける、体の、脂肪は炭酸水を1リットル飲むことによって、もしかしたら分解するかもしれません。わからないですよ。これ私が人体実験でやりますんで、今日から2ヶ月もしくは3ヶ月後にどうなってるかまた報告したいと思います。それではまた数ヶ月後にお会いいたしましょう。さよなら。はい、いかがでしたか。7月1日からですね、頭にザバザバと炭酸水をかけ、そしてもう1リットルを5分飲みというのを、繰り返してやってまいりました。費用はですね、大体、2万円ぐらい、3ヶ月で2万円ぐらい使いました。そんなにね、たくさん費用がかかった感じではないんですけれども、これでどうなったかというとですね、炭酸水は、頭に効果があるのか、私の体験では、効果は見受けられませんでした。残念です。なんかね、髪型がちょっとね、散髪で変わったのもあるんですけれども、なんか以前よりもさらに薄くなったかもしれません。で、ダイエットの方なんですけれども、もちろんね、普段と同じ生活をしてました。何かご飯を減らしたりとか、運動をたくさんしたりとかはせずですね、同じような生活をして、もちろん毎晩ビールを飲む、毎晩つまみのお菓子を食べるというね、生活を繰り返して、7月1日で70キロあった体重はですね、ここ数週間68キロ前後をうろうろしてますので、2キロぐらいは落ちたのかなと思います。ただそれはこれを飲み続けたから痩せたのか、たまたま今年の夏がすごく暑くて汗をかいて痩せたのかっていうのはちょっと定かじゃないです。
なのでこの3ヶ月の検証結果っていうのは、まあ、ほぼほぼね何をやってたんだっていう感じになるんですけれども、まあ私としては3ヶ月、まあ、持続してね、やれたことをちょっとね、まあ、動画にしたくて報告しております。また皆さんの方でね、これするとね、毛髪にいいよとか、こんな簡単なダイエットがあるよってことがありましたら教えていただければ、チャレンジしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、今回の動画は以上になります。さよなら。